いよ。ボイルしたやつ一撃ですね、やっぱフラッシュジェイ。わ、言わんとこいかんとって。まあまあでかいじゃん。もうドラッグをできるだけ出して3ポンドとかはやり取りする。でかいでかいでかい、余裕でゴージャップやん。ほっ、はい、確実ゴージ。ほらね、やばいでしょこのフラッシュ J のこれ。やばい、これですよ、春の七色。もうこれ最高。むっちゃ引くな、オーダーパンパンね。55ぐらいあるんちゃう、これこの間と一緒ぐらいですね。よっしゃー、イエーイ。二日前に来た時は、大股のこのバックウォーターなんですけれども、水がすごいクリアでした。っていうことで、ショートリーダーのサタンテールのカットテールですね。で、カットしたやつで、ショートリーダーで、シェイクっていうか中層ミドストみたいな形で引っ張ってくる。ほんであっちの場合はロールしないんで、よりビビット感が出る。まあテールがカットされてるんで、細かいテールのビビット感が出るっていうので、まあ口を使わす。そしてまあフラッシュ J の場合はフラッシングミドストってギラ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 刺して、より小魚チックに魚寄せてきて、遠くからでも寄せてきて釣る。でもう一つはキャンドルテールのジグヘッド、縦刺しのジグヘッドですよね。それ去年60釣ってるやつで、まあ、ザストロングパワーベイトでも見てもらってると思うんですけども、そっちはフラッシングがない代わりに、まあ、ビビット感プラスロールが少し入ってるっていうような形で、この3つが春には特によく効きます。で、まあ、もう一つはビッグベイトっていうのも、まあ、効くんですけども、この、3本プラスビッグベイト4本ですねを使ってもらうと、結構春の釣りっていうのがでかい魚を狙って釣ることできるので、まあ、一度試してみてください。で今日はね、明らかに、反応してるっていうの で反応してる時は通すっていうのが一つセオリーなんで、まあどれが効くかっていうのを、まあ、見極めてやっていくっていうのを心がけてください、はい。40アップです。よし。いいよ。はい。キープ。はい。フラッシュ J。ミドスト炸裂中。イエイ、ね、来たら全部でかいね、それなりにね。よっしゃー、イエーイ。
でえぐいやね、ほんまこれは。入れ食いです、入れ食いです、ただいま入れ食い中。てかよう引くねんな、ボーナス。あ、また A さん入った、よいしょよいしょ。ああすごい、なんか A さん入った、なんだあれ、うわ取りたい、よいしょ、ほい、ちょっと嫉妬まで行こう。はい、フラッシュ J で食いましたね、いい感じでこうパクッと食ったところが見えました。あのいい腹筋群もねガツッとされてるんで、まあ、バレません。でね、今ねこのバスがこいつを履いたんですよね、このうなぎ、ヤツメうなぎっていうんですか、なんかちょっと僕も初めて見るあれなんですけども、長いうなぎみたいなのを履きました。やっぱりベイト食ってる、さっきからね何回か何匹か釣ってるやつ全部履いてるんで、やっぱもう春なんでシャロ上がってきて食ってるっていう感じです。はい、でへんもんな、こいつもでかいな、これかしこなってるよ、どんどんかしこなっていきよる。よし、来た、せよいしょ、ゆっくりね、ゆっくりゆっくり、無理にするとやっぱ切れちゃうので、もう丸飲みなんでね、ほら、おー、釣り切ったな今、はい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 、よっしゃー、これですよね、フラッシュチェー、よっしゃね、これです、これこれこれね、コンディションのいいパンパンのバスばっかりですね、釣れるのは。でも餌やとほんまに思ってるんで、もう丸飲み、ほぼみんな丸飲みですよね、見える、ガブッともう餌やと思ってます。やっぱこのフラッシングがかなり魚に近いというような感じだと思います。終わりかな、ラスト3頭、ラスト3頭で終わります。もうだって出てくる感じせえへんもんな、正直これ。あと2頭終わった感があるっすね、終わった感超あるね。さすがにもうすれすぎだな、そこはやりすぎやん。食った食った食ったで、ランドに2頭で、マジで ほらね、諦めない諦めない、この七年めっちゃ楽しいっすよ。
ラックのやりとり最高っすよ。よいしょ、まだ走る。よいしょ、はいはい、キャッチ。まだでかかったな。ラストフィッシュ、ラスト2頭のドラマ、こんな感じです。ね、すごいね、これですよ、やっぱり釣りは楽しいね。でかいの釣れればより楽しい、ね、皆さんも頑張りましょう。イエイ、はい、お疲れ様でした。一応あの2日間、2月末と3月1日ということで2日間釣りをしたんですけれども、1つはショートリーダーのダウンショットで、今回はフラッシュ J のフラッシングミドストっていうので、かなり大爆釣だったんじゃないかなと思います。でやっぱり春になると、まあ、特にちっちゃいベイトで釣れる場合とビッグベイトで釣れる場合があるんで、その辺をねすごい使い分けていくと、こういう面白い釣りができるので、まあ、皆さんもぜひ、まあ、七色ダムに来ていただいてでっかい魚狙ってみてください。ありがとうございました。